根の葉山口 FC16 番浮田健生です。今日は僕の練習の日の一日をお見せしたいと思います。まずスローモーションになっているのは、自分のミスです。すいません。終始ピントが合っているこの白いやつは人が通ると反応する、芳香剤みたいなやつです。まず最初にカーテンを開けて、今日の天気を、感じています。朝ごはんはだいたいお味噌汁と、納豆と、ご飯ですね。ご飯はしそわかめの炊き込みご飯が多いです。あとは欠かさずに、牛乳を飲んでいます。牛乳はもうほんと小さい頃から、体を大きくするために欠かさず飲んでいましたね。まあ、食後の朝の過ごし方は、歯を磨いて、自分は目を覚ますために家でシャワーを浴びてから、練習場に向かっています。だいたい8時半、中練習の時は1時間半前ぐらいに家を出ます。だいたいクラブハウスまでは家から10分ぐらいですかね。移動中は、Mr.Children をよく聴いて練習に向けて気持ちを高めています。練習場に着いたら着替えて、いつもここでストレッチをしています。新加入の澤井選手とは、本当によくしてもらっています。本当にピッチの中でも外でもいつも中心にいる選手ですね。この日は髪の毛を切りたてだったので、みんなにとってもいじられてましたね。大体こういうウォーミングアップの時には、張り出されていた今日のメニューどんな感じなのかなだったり、まあそんなことを話しています。僕も2年目ということで、可愛い後輩が入ってきたので、可愛がっていきたいと思います。この日は、少しきついトレーニングだったんですけど、自分はきつい時のトレーニングの時は夜ご飯とかを楽しみにして考えて頑張っています。これは外してしまったんで、はい、改善します。普段練習の後は、まあ、フォワード陣の選手のみんなとシュート練習をして、まあ、試合でありそうな形を、さまざまな角度から、練習しています。で、このヘディングマシンを使って、もっともっと自分の強さを、伸ばしていきたいと思って特訓中です。翼おいこれはもう余裕した朝飯前です。小松選手は一つ年下なんですが、そんなのが関係ないぐらい本当に毎日仲良く切磋琢磨して
頑張っています。じゃあ運ぶの早いんだよ。全然赤いやん。あれおかしい。ねえよ。練習が終わると、基本午前の練習の後は、この小野田サンパークに行き、みんなで昼ご飯を食べます。この日は、地元も隣で柏のアカデミー時代から、仲良くしているラリゴンこと田中陸選手と、サンパーク内のあるイタリアンボーノにお昼をお邪魔しに行きました。ここイタリアンボーノではいつも美味しいパスタやお肉など栄養満点の食材を用意してくれています。多くの選手がこのお店に通っています。今日の夜は海とお風呂と綺麗な夕焼けで有名なキララ交流館へ来ました。キララ交流館さんではいつもご飯を食べてその後お風呂に入っています。いつも疲れを癒しにここに来ることが多いです。はい。ここキララ交流館さんではレノファのグッズや応援メッセージ、ユニフォームなどを試合情報なども展示してくれています。そして今日は、赤から鍋定食、田中選手はカレーを食べていました。そして食後に温泉に向かいました。今日も、一日の疲れを癒しに温泉に入ってきます。そして帰ってきて11時頃にはいつももう就寝ということになります。自分の一日はこんな感じでいつも過ごしています。皆さん、自分の日常はこんな感じでした。いかがでしたか。ぜひ山口に来た時には、レノファにゆかりのあるお店や場所に行って楽しんでください。今シーズンもレノファ山口の応援よろしくお願いします。大丈夫ですか。ご飯食べて温泉行って寝てまた朝が来てっていう繰り返しを、まあ、客観的に見てもやっぱまあそうだなって感じでしたね。